豊橋駅の新幹線改札を通るシーンからこの動画は始まります。こんにちは。本日は新幹線名古屋往復切符がお得だよという話をする動画です。そりゃそうです。お得じゃなかったら買ってません。豊橋名古屋で普通に新幹線に乗ると往復4660円、しかしこの切符で往復すれば3000円未満。新幹線がとんでもない破格の安さで乗れるのです。新幹線の座席に座るのが待ってらんないのでとっとと乗りましょう。とりあえず4号車を確保。小玉号なので自由席です。先ほどの切符は自由席にのみ乗車できる切符です。うまいこと席を見つけましょう。列車の隅っこに行けば行くほど新幹線自由席は空いている印象ですね。隅っこ暮らし。新幹線フリー Wi-Fi やコンセントもある。コーヒーもさっき自販機で購入済み。名古屋までの快適旅の準備はバッチリです。ゆったりくつろぐとしましょう。次の停車駅は三河安城です。望みも光もないぞという声がこだまする駅。新幹線より少し先に立ったからという理由で駅入り、豊橋駅を地上駅にさせた古戦橋の下をくぐって、新幹線開業よりだいぶ後から、地元住民が建てろと言い切った三河安城へ向かいます。つまり三河安城駅はここに駅を作ってほしい、そんな地元民の請願駅でした。しかし JR、当時の国鉄にとっても、大きなメリットがありました。国鉄時代、優等種別には光号がいました。しかし、その間を縫うように走る小玉号の対比も考えなくてはなりません。そこでちょうど良かったのが、三河安城駅を建てるという案。これにより三河安城で小玉を対比させ、光や号の望みの増便に成功したのです。さらにいいことに、事業費は地元負担。国鉄にとってはかなり美味しい。地元民以外からは、いらない駅、呼ばわりされていますが、結構いる駅なんです。もともとは東海道線の駅すらなく、ただ在来線と新幹線がクロスするだけの起点でしたが、今ではホテルやビルが立ち並び、利用客も右肩上がり、駅前の開発が進む注目駅です。でも在来線で訪れる際は種別に注意。普通種別以外と待ってくれません。豊川をそろそろ超えることですし、いい加減新幹線名古屋往復切符の説明でも、名古屋往復切符は新幹線に乗れば通常4660円、乗らなくても2680円はかかる豊橋名古屋間を、こんなにお得にしてくれる切符です。名古屋スタート豊橋ゴールの、豊橋往復切符もあります。値段は同じ。今回は平日かつ新幹線乗車という最も高い場合ですが、それでも 37% の割引効果。あと、帰りだけ新幹線に乗りたいという場合でも、それに乗れる新幹線変更券も売られています。片道だけ買うと損するとかはありません。その時は往復で乗る時の半分の値段です。そもそも豊橋と名古屋の特急料金は、新幹線でもともと隣駅だったため990円なのですが、それを凌駕するのですから驚きです。こんな切符出して赤字にならないのかと不安になりますが、赤い列車を走らせている会社、名鉄も同じく、豊橋から名古屋方面へ線路を伸ばしているのです。さらに、名鉄側も客を引き寄せるように、名古屋特割に平日、と休日を売ってます。そちらも高い割引率を誇ってて、2社がしのぎを削っているんです。普通であれば JR は、こういった競合区間には割引の運賃、特定区間運賃を適用します。しかし、岡崎名古屋間にこそそういった制度はあれど、豊橋名古屋間にはありません。そして運賃面での客取り競争が起こり、こんな激戦区になっているのです。結局 JR と名鉄どっちがお得かですが、その時々で異なります。JR 側は名古屋市内まで効力が持つので、中央本線、関西本線に少しはみ出しても OK。名鉄側は買った分を翌月1日まで持ち越せます。さらに平日の切符をど休日にも使用可能。それぞれにメリットがあるので、どっちが有効か見極めましょう。区間はみ出しの乗り越し生産は推奨しません。ただ、JR の場合は事前に乗り越す区間の切符を買えばお得に働きます。詳細は後述。とにかく、フラット使ってみて、旅の QOL を上げちゃいましょう。この場合 QOD? せっかく新幹線に乗っているので、そろそろ景色を満喫しましょう。列車は今が魔法陸付近を通過しています。三河湾の北にある、多くの観光施設を有する町。豊橋を出てすぐの東海道新幹線は、どっちかというと微妙な線形にもかかわらず、豊川平野を時速260キロかそこらでかっ飛ばし続けてくれます。確かに名古屋地区を走る新快速も、時速120キロの安定した走りを見せてくれますが、停車駅も速達性も、やはり新幹線にはかないません。あ、それぞれの所要時間の目安は、東海道線55分、新幹線30分弱です。一見新幹線の速達性がどうも薄いように見えますが、往復で考えれば1時間くらいの節約になります。
少し早い電車に乗り継いだり、駅の地下街までみそかつを食べに行ったりぐらいのことはできます。さらに豊橋に2時間に1本ペースで止まる光号に乗れれば大勝利、20分で移動できます。そんなこんなで使い方によっては化けます。気が向いたらぜひ乗りましょう。新幹線を使っているというマウントを SNS 上で取ることもできます。北方面、岡崎へ伸びていく国道248号をまたいで、そろそろ東海道線の高額金をクロスします。ここいらで豊橋から名古屋までの距離の3分の1が過ぎたぐらいです。今見えたあれが幸田町の幸田駅ですね。基本普通特間快速が止まる駅です。駅名の読みは、幸田、ですが、地名の方は、幸田、が正しいです。この駅、地味ながらもかなり興味深い歴史を持つ駅でして、その昔、幸田町は幸田村という地名でした。20世紀初頭、その村に駅を作ることになったのですが、広田駅という磐越西線の駅が1899年にはすでに開業していました。かぶってややこしい。そこで何を考えたかというと、幸田、って音をうまく使ったのです。つまり、読みは、幸田、のまま、広いの字じゃなくて幸せって字にしたのです。予定駅名が新堀駅だったけど、日暮里と音が似ていて没になった、というか五原駅の名の由来を知っていると、なんとなくその対比に驚かされます。漢は旧代、縁起の良さと駅名との一致を理由に、村は海洋に合わせて一文字を同じにしました。あと、幸田、から、幸田、に変わったのは、昭和29年に豊坂村って村と幸田町が合併した時です。愛知県のほぼ真ん中に位置する安城市にある三河安城にもうすぐ到着します。古くは安城城があったり安城寺の荘園だったってことに名前が由来する安城市。この市はかつて日本デンマークって呼ばれてきていました。これはデンマークが当時世界的に農業が盛んで、また安城市も矢作川から取ってきている明治用水により農業が盛んだったからです。教育の先進性など他にもデンマークと似通った点が数多く見られています。なお現在、安城市にはデンマークの街を再現した、デンパーク、なる公園が構えられています。またこの三河安城駅も、デンマーク風のオシャンティーな駅舎になっています。そんな三河安城のホームへ入線。またもやオシャンティーそうな車両がいますね。あれは N700S? 豊橋駅でも見ましたね。最近は小玉号への充当も増えて嬉しい。最近私も浜松に行くとき、それの小玉号に乗ったんですが、本当に行き届いていて、最高って意味のスプリームに恥じない列車だなぁと思いました。今度シウマイ弁当かチキン弁当でも買って、パーフェクトに満喫したいところです。さて、先ほど申し上げた通り、ここいらで何本か優等列車に抜かされます。一応、のぞみが飛ばす時にも、帝国で三河安城を通過したよって案内のついでに、あと数分で名古屋に着くから準備してね、って案内を行います。ただの通過駅ではない、のぞみに乗った時でも、少し注目してあげてください。これは、三河安城に泊まってる間に切符の説明しよう、と思って撮ったシーン。せっかくですし、ついでに補足。この切符の面白い点ですが、効力が豊橋ゾーンから、ということになってます。つまり豊橋ゾーンとして定められた駅、例えば二川駅で降りて買うのもありです。二川駅から使えば、一本待つといったデメリットはありますが、節約効果は大きめ。例として、浜松から二川の運賃が510円。対して豊橋までが680円。170円お得になります。二川で買ったとて値段は変わらないので、少し頑張ればおにぎり1個分くらい節約できます。あと乗り越し時の精算は NG ですが、帰りの往復切符と、事前に買った区間外の切符は併用できます。つまり、帰りは往復切符に加え、二川から浜松までの切符を使う、って技も使えます。湖西市民、浜松市民も、これで名古屋を庭にしましょう。あ、でも新幹線での乗り越しは、事前に切符を買っていても NG なのでご注意。と話している間に三河安城を出発。引き続き小玉は西へ。実際に三河安城周辺を窓越しに眺めてみると、思ったよりは栄えてる気がします。あちこちに工場も見え、中京工業地帯の一端だという雰囲気が少し味わえます。そしてあれが東海道線の線路。奥に三駅三景も見えましたね。人口や利用客数も増え、マンションやビル、ホテルも増えてきて、さすが、名古屋に近いというアドバンテージ。
そんな名古屋までは小玉でも、ここから10分程度走れば到着してしまいます。コンセントとフリー Wi-Fi がある幸せ旅空間から離れたくない。在来線もほとんど転換クロスシートがある幸せ旅空間ですが、岡崎平野をどんどん北西に進み、自由付近で名鉄三河線をまたぎます。自由は伊勢物語であり、藁の成平が、柿椿の地獄島に入れて一句読んだところとして有名です。市民の公募により、今では自由の市の花になってます。宮城ですね。そのまま進み、刈谷市へ。ざっくり刈谷市までが、旧国名での三河地域です。三河安城とか三河宮とか、駅名にも使われている通り、境川を越えて刈谷市を出て、大府市まで来ると、尾張地域に入ります。尾張一宮や、尾張盛岡など、そちらも駅名に使われています。愛知県は旧国名が使われていた頃は、この尾張と三河、二つに区分されていました。桶狭間の戦いや旧区分の名残が残っているのか、尾張と三河は今もなお船かという噂を耳にします。まあまあ、どっちの地方にも行って、楽しんでみてください。さて、大府市突入。キャベツ生産が盛んな地域。全国上位、群馬と並ぶキャベツ生産高を誇る愛知県を支えている都市です。この大府市を出れば、あとはあっという間に名古屋市。巨大です。さすが230万都市。以降、風土が名古屋かな土地から名古屋って地名が来ている説もありますが、最近はヒートアイランド現象が起こったり、冬は冬で息吹下ろしっていう冷たい風が吹いたり、案外エクストリームな気候な気がします。今と大昔を比べるのは野暮かもしれませんが、あ、今この笠寺とか大高の付近では、東海道線と少しだけ並走しています。すぐ分かれますが、名古屋高速の4号東海線の下をくぐって、地下鉄名鉄線の6番町駅付近をまたぐと、名古屋手前、奥を名鉄線、手前を JR 線が走ります。それから名鉄は地下に降り、南西から青波線、関西本線が合流。個人的なことですが、私新幹線って大体小玉号で浜松までしか乗らないんですよ。だから名古屋の街並みをここから見ることはなくて、なかなか新鮮だったり、在来線では感じられない境用や高層ビルの雄大さを感じられて、結構課金する価値はあったなぁと思います。普段シーズン時は18切符で名古屋に行く人にこそ、この切符では新幹線を使ってもらいたい。なんて、自分語り失礼しました。でも、ぜひ使ってみてください。はい、以上、豊橋名古屋往復切符でした。在来線も早いですが、うまいこと新幹線を捕まえられれば、はるかに非常に有用ですので、安価ながら立地な移動手段として、ぜひ使ってみてくださいね。この電車は、光号、東京行きです。私は帰りの往復切符で光号を捕まえられたので、大満足です。豊橋に泊まる光号は2時間に1本。三河安城をズギューンと通過するので、乗る区間の途中駅なしで快適旅行ができます。最優等種別の座を望みに譲ってもなお、光はギラギラ輝く。もちろん小玉号でも早いですが、光号の時間が合えばぜひ。以上、終わります。